日は G&G の新商品のご紹介です。いいでしょう。あれ、これは ARP556 だ。というわけで ARP556 のご紹介です。全長は51センチ、ストックを伸ばすと60センチ、重量は 2500g で ARP9 より少し重いですね。 ARP9 との違いを説明します。 M ロックがアグレッシブなデザインになっています。フラッシュハイダーはメタル製になっています。続いてレシーバーですね。名前の通り M4 系のマガジンが使える一般的な AR のレシーバーになっています。また ARP556 のレシーバーはメタル製になっています。かつセレクターがアンビになっています。マグキャッチもアンビ仕様となっております。イフリートモーター搭載でレスポンスが向上しています。ちなみにこの M ロックハンドガード、角度を変えるとハートに見えます。 ARP556 はいかがでしたでしょうか。こちらはですね、10月頃発売予定となっておりますので、ぜひヤサト97秋葉店に来て予約でもしててくださいよね。かなちゃんどう？イフリートモーター乾燥でセミの切れが良くなってますし、 M4 マガジンが使えるさらに便利になっていいね。買うならぜひこちらをお勧めしたいです。あ、なるほど、いいですね。というわけでヤサト97秋葉店でした。